よう、景気はどうだい。ああ、そのな、あ、その、なんというか、あ、いや、いいんだ。呼び止めて悪かったな。ダメだ、ちょっと待ってくれ。ああ、今日はあいつ連れてないんだ。ほら、あののんきで元気なやつだ。いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。けどよ、いつもお前さんと一緒にいるからよ。どんな関係なんだ。なんだって？あの子が AI？ 嘘だろ。この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。愉快な性格をしているし、あれが AI なんてな。いや、一生に一度の男の頼みと思って聞いてくれ。お前さんのアファシスを譲ってほしい。金やアイテムなら持っているだけ全部払う。他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。抜けているけど、大事なところは押さえている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか、不思議と目が離せなくなった。俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート、それにノリが合うかだ。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。とま、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか譲ってくれ。まあそうだよな。お前さんは仲間を金で売るタイプじゃねえよな。けどよ、俺様だって一度言ったことは引っ込めねえ。そんなの男じゃないからな。そしてアファシスはアイテム扱い。戦いで奪うことも不可能じゃねえってことは分かってるな。フィールドに出たときは用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。見つけました。使いますサポートするね。プレミアさん、あれです。すごいよ。いらしませんか。うまくいきました。本当グレネードです。どうだ、見てたか。さすがっすよ。よし、どんどん行くぞ。エネミー見つけたぜ。倒せた。いい感じですね。シリカ、まだまだいけるぜ。もっと頑張るね。頑張ってるな。ありがとうございます。おお、レアアイテムじゃねえか。よかったな。すごいです。ありがとう。テレビしない。すごいです。シリカ悪くないな。出れちゃうな。おい、見ろ。ユウキさん、行きます。頼む、手を貸してくれ。
いいですね。うっしゃあ、俺たちの勝利だ。ヘイトの分散を頼む。手応えあったぜ。いい感じだぜ。悪くないけど。バカだよ。もっと頑張るね。やるね。ユキ、まだまだいけるぜ。照れちゃうな。頑張ってるな。でしょ？待っていたぜ。お前さんたちがフィールドに出てくるのをよ。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって。アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほら、レイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういういいことを言われるとちょっぴり反応に困ってしまいます。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど、勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦でどうだい？どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。エネミー見つけたぜ。到着だね。仕事やったね。どうだ、見てたか。売れちゃいます。はい、売れちゃうな。マキナちゃん、いいか、助かったぜ。いい感じだぜ。そうですか。グッジョブ、素敵ですよ。もっと頑張りますね。もっと頑張るね。プレミア、助かったぜ。いい感じ。プレミアちゃん、ありがとう。やるね。ありがとうございます。いい感じだぜ。でしょ。やりました。マスターの勝ちです。男に二言はねえ。今回は俺様の負けだ。ほらよ、約束のブツだ。ねえ、ちょっと待って。今回はついニュービーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。でもないのに目をつけられちゃったわね。人気者は辛いのです。レベルアップです。やりました。
君なら。おい、見ろ。あ、これだよ。着いたね。グッジョブです。やあやあ、待ちくたびれちまったぜ。久しぶりだな、アファシスちゃん。そんなに久しぶりじゃないですよ。外に出ると必ずジョーがいますから。親分、追っかけしているのバレバレみたいっすね。俺たち尾行や潜伏系のスキル持ってないしな。またあんたたち、そういうのってね、ストーカーっていうのよ。まあまあ、ジョーはいい人です。この前はお菓子をくれました。細かいことは気にしないでください。何をもらってもジョーの仲間にはなりません。つまりマスターであるお前さんを倒さないとアファシスちゃんは俺様の仲間になれないということだ。どうしてそういう理屈になるのよ。正々堂々と勝負しろ。勝負はこの前もやったでしょ。戦うなら受けて立つけど、レイちゃんをかける意味はないわ。情報でどうだ。アファシスちゃんのパーツを集めているんだろ。俺様はアファシスちゃんのパーツの情報を持っている。なんでそんなことまで知ってるの。アファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな。集めた情報の中にあったのさ。まあ勝負を受けようが断ろうが、俺様の照準はお前さんの眉間に合わせてやるぜ。パーツの情報は欲しいわね。どうする。そうなるわよね。エネミー見つけたぜ。見事やったぜ。頼む、手を貸してくれ。俺が負けただ。頑張ってくれ。分かったぜ。本当？いい感じだぜ。頑張ってな。プレミア、分かったぜ。すごいよ。おい、目を覚ませ。ありがとう。いい感じだぜ。ありがとう。プレミア、助かったぜ。悪くないけど。いい感じだね。支援するね、はい、頑張ったよ。すごいですね、プレミアちゃん。さあ、あたしたちの勝ちよ。パーツの情報をよこしなさい。まさか、この俺様が負けるなんて。一度した約束は必ず守る。ほら、これがパーツの情報だ。
ツが手に入ればさらにパワーアップできるのです。大事な情報をありがとうございます。いいってことよ。さて、敗者は潔く消えるとするか。またな。もういい加減諦めればいいのに。レイちゃんもお菓子なんかもらっちゃダメよ。わかりました。今度はアイテムや情報をもらうようにします。大型アップデートの続きってまだなのかな。 SBC フリューゲルはまだ解放されてないんでしょ。きっと何かしら仕掛けがあると思う。クエストクリアが条件になっているとかね。早く始まらないかな。ワクワクするよね。失礼しますわ。ゼリスカさん、あのお久しぶりです。あら、クレオちゃん、ここってあなたのホームだったの？あなた、またレイちゃんから目を離したでしょう。先ほどショップの窓に張り付いて店員 NPC に不審な目で見られているところを保護しました。ただいまです。ちょっとだけお散歩に行くだけのつもりだったのです。私がマスターに何も言わず出たのがダメだったのです。いいえ、保護者責任というものがあるの。今回はデイジーちゃんが見つけたからいいけれど、今度見つけたらうちの子にしちゃいますからね。ゼリスカはとても優しいけど、私のマスターはこのマスターなのです。だったらレイちゃんも気をつけてね。マスターのそばを離れたらサポートができません。なぜレイちゃんはお外で迷子になるのですか？別に迷子にはなってないのです。ちょっと帰り道がわからなくなっただけなのです。それって迷子だよね。でもどうして窓に張り付いていたの？欲しいものがあったのです。お金が足りなかったの？もしかしてお小遣いをもらってないの？マスターはまだヘナチョコだから、マスターの装備を優先したいのです。アファシスにはお小遣いシステムというものがあるの。自由になるお金を与えることで、その子の個性に応じてアイテムを購入しておいてくれるのよ。時には手に入りにくい武器や強化に役立つアイテムを入手してくれるわ。もちろん変わったものを買ったり普通にお小遣いとして使う場合もありますけど、どちらにしろ GGO で共に生きるパートナーですもの。少しはそういうところにも気をつけてあげてね。分かっていただければいいんですの。では突然失礼しましたわ。マスター、今まで言わなくてごめんなさいです。お小遣いシステムを使えるようにしたので試してみてください。マスターのために掘り出し物を探してきますね。ねえねえ、あんたいつの間にゼリスカさんと知り合いになったの？やっぱりゼリスカさんって無冠の女王って呼ばれてる人？私も名前を聞いたことがある。でも攻略もしないみたいだし、
ランキングでも見かけないよね。そうそう、すっごく強いソロプレイヤーなんだけど、 BOB やイベントには一切出ないの。何度かソロ同士のよしみで助けてもらったりお話ししたことがあるんだ。強いし美人だし優しいし、あんな風になりたいな。へえ、そんなに強いならこの前会った時に決闘を申し込めばよかった。ねえクレハ、今度見かけたら頼んどいてよ。うん、どうだろう、なぜかは知らないけど目立つことが嫌いみたいなんだよね。何でも相談してね。カラー変更はしてみた？全然違う。何かあったら言えよ。面白いものが山ほどあるな。確認してくれ。ほう、よかったじゃねえか。いつでも鑑定してやる。確認してく、よかったじゃねえか。いいもの持ってるじゃないか。これでいいのか、よかったじゃねえか。いつでも鑑定してやる。これでいいのか。おっとこりゃすげえぜ。何か珍しいものがあれ、これでいいのか、なかなかの上物だぞ。いいもの持ってるじゃないか。他に何かある、なかなかの上物だぞ。面白いものが山ほどあるな。
何かあった。面白いものが山ほどあるな。こりゃめったに見れるもんじゃねえな。確認してくれ。エネミー見つけたぜ。これだよ。援護無事到着しました。うっしゃあ。どうだ、見てたか。照れてきたね。もっと頑張るね。うん、うまくいったよ。俺たちの勝利だ。頑張ってるな。ありがとう。悪くないけど、すごいですね。なんだ、もう終わりか。いい感じです。わーい。うん、そうでしょ。頑張ったよ。ライさん、注意してください。ヘイトの分散を頼む。燃えています。倒せた。いい感じだぜ。ありがとう。手応えあったぜ。すごいよレイン。ありがとな。うっしゃ、俺たちの勝利だ。ネームドエネミーです。警戒してください。いい感じ。プレミア悪くないな。本当どうだ、見てたか。頑張ったよ。頼む、手を貸してくれ。すごいすごい。レイン、なんだか頑張れそうだ。すごいですね。うまくいったよ。クリティカルだ、クリティカルだ。エンジョしてる、今だね。すごいよ。ありがとう。悪くないけど、感心しちゃうよ。頑張ってるな。ありがとう。頼む、手を貸してくれ。頼む、手を貸してくれ。出会うなら今だよ。いい感じだぜ。わーい。いい感じ。へへ、もっと頑張るね。頑張ってるな。頑張ったよ。炎上してる、今だね。クリティカルだ。どうだ、いい感じだぜ。わーい。動きが鈍ってる、狙ってくぞ。いい。そうでしょう。頑張ってるな。ありがとう。いい感じ。頑張ってるな。わーい、着いたね。スナイパーだ、隠れろ。頑張ってるな。わーい。これなら頑張ってるな。手応えあったぜ。あったよ。バフです。クリティカルだ。頑張ってるな。わーい。照れてしまう。感心しちゃうよ。プレミア、助かったぜ。頑張ってるな。なるほど。いい感じだぜ。はい。クリティカル。
からだ、プレミア。なんだか頑張れそうだ。感心しちゃうよ。よし、おっとべ。グレネードですかね。いい感じだぜ。頑張ったよ。クリティカルだ。どうだ、見てたか。燃えてるよ。よし、おっとべ。見つけました、スナイパーです。それ注意してください。レイン、なんだか頑張れそうだ。いい感じだぜ。出れちゃうな。気をつけてください。倒せた。いい感じだね。トレア、ありがとな。悪くない気分。おお、レアアイテムじゃねえか。よかったな。プレミアちゃん、ありがとう。すごいよ。本当？うまくいったよ。どうでしょう。くっしゃ。プレミアちゃん、任せて。クリティカルだ。すごいすごい。これだよ。気をつけてください。トレジャーボックスだ。いい感じです。わーい。燃えていない。いい感じ。ありがとう。おい、見ろ。いい感じだぜ。仕事やったぜ。テレビしない。よし、終わったぜ。トレジャーボックスだ。スナイパーだ、隠れろ。ヘイトの分散を頼む。いるよ。頼む、手を貸してくれ。プレミア、助かったぜ。頑張ってるな。ありがとう。ヘイトの分散を頼む。倒したよ。グッジョブです。やります。カルメ、やられた。これだよ。プレミア、助かったぜ。頑張ってるな。なるほど。プレミア、何やらなきゃ大丈夫。プレミア、へへ、もっと頑張るね。いい感じだぜ。わーい。いい感じです。プレミアちゃん、プレミアちゃんが、やっていい感じだぜ。レイ、これならいきます。レイ、やるぞ。よし、終わったぜ。ピーマ、大丈夫。なんだか嫌な感じがするな。おい、見ろ、スナイパーだ、隠れろ。倒せた。さすがだね。気をつけろ、ネームドエネミーだ。スナイパーだ、隠れろ。ヘイトの分散を頼む。頼む、手を貸してくれ。どうだ、見てたか。いい感じです。プレミア悪くないな。頑張ってるな。いい感じだぜ。ありがとう。燃えてるよ。さすがだね。頑張ってるな。わーい。頑張ってるな。出れちゃうな。本当？いい感じです。ありがとう。いい感じだぜ。炎上してる、今だね。頑張ってるな。いい感じだぜ。わーい。見事やったぜ。見事やったぜ。俺たちの勝利だ。
い、見ろ、手応えあったぜ。こいつは危険だぜ。よっ、それ、スナイパーがいるよ。よ、倒せて、僕たちの勝利だ。頑張ったよ。レイン、なんだか頑張れそうだ。頑張ってるな。ありがとう。いい感じだぜ。どうだろう、クッキーを買ってください。レイン、クリティカルだ。ダウンしてる。頑張ってるな、プレミア。助かったぜ。ありがとう。失礼します。そうでしょ、いい感じだぜ。トレジャーボックスだ。プレミア、なんだか頑張れそうだ。頑張ってるな。それ、スナイパーだ、隠れろ。いい感じです。プレミア、ありがとな。うまくいったよ。頑張ってるな。スナイパーだ、隠れろ。頼む、手を貸してくれ。燃えています。助かったぜ。この手なら悪くないはずです。よー、いい感じだぜ。ありがとう。すごいです。ありがとう。エネミー見つけたぜ。これだよ。支援するね。いいね。ありがとう。本当？そうでしょう。頼む、手を貸してくれ。ヘイトの軍さんを頼む。すごいです。へへへ、うまくいったよ。やる気ないけど、もっと頑張るね。到着。すごいですね。使います。プレミア、わーい。そうでしょう。燃えてるよ。さすがだね。クリティカルだ。感心しちゃうよ。わー、珍しいアイテムだね。なんだ、もう終わりは。いい感じです。ありがとう。本当、いい感じだぜ。ありがとう。おい、見ろ、手を貸してくれ。いい感じだぜ。なるほど、頑張ったよ。そうかな、グッジョブです。炎上してる、今だね。俺たちの勝利だ。
おい、見ろ。無事到着しました。見事やったぜ。すごいよ。レイン悪くないな。よし、終わったぜ。スナイパーだ、隠れろ。倒せた。すごいすごい。やられた。いい感じです。プレミア、ありがとな。どうだ、見てたか。見事やったぜ。やられた。クリティカルだ。頑張ってるな。出れちゃうな。燃えてるよ。いい感じだぜ。わーい。すごいですね。プレミア、まだまだいけるぜ。うまくいったよ。そうでしょう。ネームドエネミーです。警戒してください。いい感じです。ありがとう。プレミア、助かったぜ。頑張ったな。ありがとう。悪くないって上手くします。頑張ったよ。俺たちの勝利だ。いい感じだね。ストレア悪くないな。照れてしまいます。本当？そうかな。わあ、珍しいアイテムだね。レイン、なんだか頑張れそうだ。ネームドエネミーだ。いいね。レイン、まだまだいけるぜ。炎上してる。今だね。クリティカルだ。いい感じ。プレミア悪くないな。よし、終わったぜ。ヘイトの分散を頼む。俺たちの勝利だ。ヘイトの分散を頼む。やる。俺たちの勝利だ。見事やったぜ。クリティカルだ。倒せた。俺たちの勝利だ。無事到着しました。おい、見ろ。うっしゃー。よし、レベルが上がったぜ。一つ強くなりましたね。レベルアップです。強くなったよ。レベルアップだ。レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから結果オーライね。バザルト・ジョーか。面白そうなプレイヤーだけど、まあ当分は大変だな。私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。ほんと相手の気持ちを考えない男って最低ね。うんうん、男の風上にも置けねえやつだな。ツッコミはしないから。まあまあ。それで今回はどんなパーツなのかな。アレイちゃん、早く試してみてよ。可愛さが上がりました。まったく、親バカというかマスターバカなんだから。で、
どんな機能が追加されたの、レイちゃん。アバターコーディネートができるようになりました。これでいろんなおしゃれができます。よかったね、レイちゃん。レイちゃんに似合いそうな衣装を作ってみようかしら。いいですね。私もお手伝いします。記憶の方はどうなのかしら。何か新しいことを思い出した？SBC フリューゲルは普段は見えますが、今は見えません。まだパーツが必要みたいね。この内容だけだとまだよくわからないわ。まずはアファシスのパーツの情報から探さないとな。感じがします、マスター。嫌な感じ？あっちからします。行ってみましょう。こういう感じは放っておいちゃダメなのです。レイちゃんを一人で行かせるわけにはいかないわ。行くわよ。おめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。どう、ごめんでもみんなが先に死んじゃって俺だけじゃ。なんだよ、俺たちのせいかよ。そういうわけでは。ムカつくやつだな、てめえ。そうだ、脱げよ、ここで。全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なに、所詮アバターだろ、恥ずかしくないってなあ。ここで全裸になったらあっという間に GGO 一の有名人だ。弁償できないならせめて俺たちを楽しませろよ。うわ、最
最悪、完全にいじめじゃない。いけないことです、注意してきます。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずは運営に連絡した方がいいわ。そうです、さすが私のマスターです。あんたはお人よしすぎなの。大して強くもないのに自分より大人数を相手にする気？クレハ君の言う通りだ。正義、いや自分の主張を通すには力が必要だよ。いつきさん。まあここは僕に任せておいてよ。いや君、久しぶりだね。俺ですか。あなたはいつきさん、トップランカーの。そうだよ、君の友達のいつきさ、親友って呼んでくれてもいいよ。ああ、いつきさんよ。こいつは今俺たちと話をしているんだよ。ああ悪いね、じゃあ彼を借りていくよ。おい、喧嘩売ってんのかてめえは。ああ、いくらでも買うよ。だけどつまらない戦いはごめんだね。僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら殺しちゃうよ。あったよ、さっさとそいつを連れて行けよ。ありがとう。それじゃあ君ついておいで。はい。ありがとうございました、見ず知らずの俺を助けてくれて。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。害虫どもは駆除しておくから。すみません、本当にありがとうございます。駆除ってどうするんですか。さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に通報すれば厳重注意、余罪が出ればアカウント削除もあり得る。そういうわけでパイソン君、あとは頼んだよ。かしこまりました、速やかに処理しておきます。ありがとうございます、いつき。僕が好きでやったことさ、君たちが礼を言うことではないよ。それより君たち時間はあるかい？よかったら僕のホームに遊びに来ないか。よかった、じゃあ僕についてきてくれ。やあこそ、ここが僕のホームさ。お帰りなさい、いつきさん。お客さんですか、いつきさん。お茶用意しましょうか。ありがとう、僕の友達だからもてなしは自分でやるよ。君たちは奥のテーブルへどうぞ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい。君の言う通りだよ、腕はかなりいいけど性格は何ありなのが多いかな。あんたはまだ知らないだろうけど、いつきさんのスコードロンアルファルドは有名なんだよ。集団戦なら GGO でもベスト5に入る強さで、トッププレイヤーでなければ加入できないって話もあるくらいよ。我々のスコードロンにそういったルールはありませんよ。全てはリーダーのいつきさん次第ですから。申し遅れました、私はパイソンと申します。以後お見知りおきを。彼はアルファルドの実質的なまとめ役さ。僕は大抵フラフラ遊んでいるからね。ご冗談を、みんないつきさんを慕ってきたものばかりです。どうせ遊ばれるなら彼らの相手もしてやってほしいのですが。そうなんですか、いつきさんって強いし頭もいいし
人望があるのも納得ですね。フレハさん、あなたは人を見る目がありますね。全くその通りです。人望ね、なんかうさんくさいな。僕はみんなの夢や話を聞いてあげただけなんだけど、みんなに認められたい、かっこよくなりたい、銃を撃ちたい、戦場を味わってみたい、何より強くなりたい、強者として頂点に立ちたい。不思議だね。仮想空間だから実現できるとでも思っているのかな。おかしいですか。こういうのって普通だと思いますけど。普通か。その定義が何なのかによるけど、 VRMMORPG のプレイヤーの多くがそうなんだから。うん、ジジオーにおいてそれらの願望は普通と言えるだろうね。そうですよ。他にも銃を使ってみたかったり、友達欲しいとか理由はいろいろあるんでしょうけど。なるほどね。つまり誰もが何かしら求めるものがあってきているというわけだ。この広大で無限の可能性を秘めた GGO へ、なんてね。我ながらかなり青臭いな。ちなみに君たちが GGO に来た理由は？私はもともとゲームが好きで、玩芸にも興味があったから。もちろんやるからにはトップを目指しますけど。大した理由はない。退屈を紛らわせるためさ。君はどうなんだい？私が誘ったから来たんだものね。特に理由はないんじゃない？君たちはリアルでの知り合いなのか。じゃあ GGO を続けているのはただの付き合い？じゃあ君が GGO を続ける理由が見つかったら教えてほしいな。君はもしかすると普通ではない答えを見出すかもしれない。いや、どんな答えでもその人が考えたものだ。どれほど凡庸なものでも価値がないとは言わないけどね。そうだ、君が答えを出す過程も見てみたいな。よかったらうちのスコードロンに入らないかい？これは僕の勘だけど、君は将来何かとんでもないことを成し遂げそうな予感がするんだよね。まああくまで勘なんだけど。だからどうかな。もちろんクレハ君も一緒に来てくれて構わない。いつきさん、初心者のスコア